ていうか久しぶり。ようやく企画が通るようになってわらわたちの出番じゃな。まったく長かったなぁ。舞台は整えておいたから存分に働いてもらうな。それでおじさん僕たち何をすればいいの？そうじゃな、待たされてる間テーマすら教えてくれんかった。なっはっは。では制限から説明するなぁよ。レジェンドの星にをレベル30。無課金キャラで攻略してもらうな。僕が言うのもなんだけどさ、猫殿それは無理ぜ。まあそう言うと思ってちゃんと救済措置は用意してるな。レベル30なら3枠まで使ってもいいな。珍しく優しめ、油断するな顔。猫殿がさっき右斜め上を向いておったぜ。勘のいいガキだな。最初は無課金で挑戦してもらって、無理な場合のみ3枠優勝キャラ使ってもいいな。おじさん質問。プラチケやレジェンドチケットで出たキャラは優勝、無勝。盲点を突き始めおったな顔。そんなこと言ったら白いぞ、いきなり使えるからダメな。おじさんのバカ、アホ、おたんこなす。ついでに女房泣かせ。な、それは今は関係ないな。最初は難しくなってくるし、おしがりの浜からやってもらうな。割と早めのスタートだね。どうせレベル20で攻略済みの残りからじゃろ。じゃあ頑張ってくるな。やってみようか、みたまちゃん。理解はしても納得はできぬが、やるしかないかの。それでは星2を攻略していきます。通常星1より難しくなってるので、レベル30で攻略するだけでもきついのですが、状況は許してくれないみたいです。とりあえず初めてじゃ体狂乱で固めてみたぞ。肝心なキャラはレベル20だったりするが、確定ムートは30じゃからなんとかなるじゃろうて。準備もできたところで攻略に移ります。当然クニオくんは使えないので働き猫のレベル1からスタート。なお基本キャラもレベル30以下で攻略するから、ものすごく制限はきついぞ。今回は進撃の狂乱猫を何コンボにしてみました。ドラゴンだけが大狂乱じゃないから早めに一斉せんといかんな。お金の準備ができる場合ギリギリまで粘ります。とりあえず無課金キャラの育成をさっさとしないとまずいの。早速ですが確定無双がします。敵をできるだけ多く一気に倒せたらいいなと期待してますが、ガガガガを倒せたら一気に資金が増えるが、これは難しいの。できればそのまま押し込んで終わらせたかったですが、敵が結構強いようです。ガガガガまで攻撃が当たらなかったのは正直痛いの。さて、このレベルで攻略自体は星2ではさほど珍しいことではないんでが、無課金となったら話は別で、敵の出現数が異常に多いから処理速度が遅いとそのまま負けてしまうぞ。種目であるドラゴンとギャラムはレベル20なのでかなり苦しい出発です。なおレベル制限のおかげでただいま出せる基本キャラは猫のおじさんだけ。正直足手まといじゃな。1枠潰れるってところが正直厳しいわえ。優勝キャラ3枠までってことは使える何コンボも限りがあります。この企画戦士が出だしたら非常に危険じゃないかえ。DPS の高い天空でもこのステージで危険が始まっています。特殊効果を持ったキャラを解禁したらどうじゃ。必要な進化素材が心配なんだよね。無課金でレベル制限を受けててもね、今のキャラたちならそれなりに戦えると思うんじゃ。思うんじゃが、エキストラキャラを早く第3形態に転化きついかもしれんな。その前に大狂乱のレベルを全員30にした方が良さそうだね。そういえばレアキャラのドロップがかなり使えるから、遠征に組み込んでいくと面白いと思うぞ。今回は早期に決着がつくと思って大狂乱で固めましたが、意外と難しいものですね。最初の難関までまだあるが油断はできぬからな。今度の大狂乱のトカゲはしっかりクリアしないといけないね。団体攻撃とはいえしっかりした火力が欲しいところですな。星1の攻略は猫のお姉さんたちが担当してたけど、星2からはわらわたちの出番で、神よりも悪魔よりも強いのがニャンコ軍団。その恐怖を存分に思い知らせてやったぞ。戻ろうか。まずはご苦労さんと言っておくにゃ。おじさんいきなりだけど結構難しいっていうかさ、これって攻略できるのかえ。にゃふふふ、やる前からできないとは言わせないにゃ。それに降臨ステージで強いキャラも準備したから、できるわずにゃーよ。多分。おじさんでもわからないんだね。それではしばらくは挑戦を続けてみるぞ。夏休みが始まったからしっかり頑張ってもらうにゃ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。久々の
出番で緊張したよ。イベント期間中じゃから、レジェンドばっかりできんのが問題じゃがな。そう、二人はまだ気づいてなかった。厄災の子が見ていることに、負けじかい。